枠入り完了。スタートしました。揃った飛び出し、押しているのは10番ブルーチッパー、逃げていきますが、その内側には8番アクティフ、そして2番カチューシャも早め、2番手集団の内につけています。外から12番ボーラ東証、そして13番キャニオンバレー、2番手集団を作っていきます。押しながら7番アムールブリエ、外からこのグループに加わっていきました。内からは6番サンビスタも前につけます。これを見ながら3番ホワイトフーガ、そしてノットオーソリティ、後方ばらけました。これから2コーナーです。10番ブルーチッパの逃げはリード1馬身半、2番カチューシャが2番手、体半分させまって13番キャニオンバレーが3番手、4番手の外に7番アムールブリエ、内に6番サンビスタ、前との差をじわっとつけました、詰めました。あと2馬身差で3番のホワイトフーガ、並ぶ16番トロワボヌール、やや押し上げます。その後ろ押している8番のアクティフ、そして並んで4番ノットオーソリティ、後方離れまして5番の竜宮の使い、12番ボーラ東証、15番ブラックバカラ、それから1番優勢クインサー、9番タッチデュール、11番アスカリーブル後方です。縦長3コーナーを迎えます。逃げている10番のブルーチッパー、リード3馬身に広げて600メートルを切りました。2番手外から上がってくる7番のアムールブリエ、アムールブリエが2番手に上がった。2番カチューシャ、やや苦しくなりまして3番手に交代。その後ろに6番サンビスタ、外からトロワボヌールで直線コースに向きました。今度は外から7番アムールブリエが先頭、その内側からサンビスタ、外からはトロワボヌール、この3頭の競り合いになりました。3頭の争いは内から3頭目を抜けてくる6番のサンビスタが先頭、サンビスタその内からホワイトフーガ、今度は3番ホワイトフーガ一気に突き抜けた。サンビスタは2番手、3番手にトロワボヌール、そしてアムールブリエの争い、3歳馬ホワイトフーガゴールイン。勝ったのは3番ホワイトフーガ、大野拓也騎手やりました。